ご飯を食べなくなって何日が経ったかしら。軽く3日は経ったと思います。ですがお嬢様、先ほどこのような種を見つけました。は？種？それ玉ねぎじゃねえの？私もそう思ってかじってみたのですが、かじったんだ。とても食べられる代物ではございませんでした。そこで、食べられないのであれば種であると判断しました。そうとも限らないと思うけどね。まあとりあえず植えてみましょう。もう何でもいいから食えるもの育ってくれよ。おーい、キャプテーン。ここから電波が発信されてるのは間違いないんだ。きっとキャプテンの電波に違いない。さすが 5G ですね。でもキャプテンらしき人はいませんけど。キャプテーン。キャプテンちょっと見ない間に、わわ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 わ。デートに、あれよく見たらキャプテンじゃなくないか。キャプテンじゃねー。なんですぐ気づかなかったんだ。パッと見似てるからかな。あれ？なんか襲ってくるかと思って気持ち悪い。あ、これこいつと戦う感じ？やばやば。来ないでくださいよ。それは私だー。鎧は、水晶でできている。寝てる場合かよ。フラン、その硬そうな鎧なんとかしておいてください。無理だよ。しょうがないですね。じゃあ、岩ピクミンで鎧を張りますか。最初からそうして。ちょっとなんか私を追いかけてきてるんだけど。アルフラン大活躍ですね。お、壊れましたよ。これなら、何なんでしょう。お前が自分で言ったんだろうが。てか何突っ立ってるんですか。もう、ちゃんと戦ってくれないと困りますよ。いや、お前が投げたんだろうが。てか私にも集合かけろや。はい、集合。そっちじゃねえよ。とにかく殻を編み続けましょう。これで参戦をお願いします。あー、危ねえ。いや、これであいつの鎧砕けって言ってんの。働かざるものくんでからずですよ。いや、無理に決まってんだろうな。なんか奴がこっちに向かってきてる。アルフラン、カンカンチャンスですよ。近い。無理です。恐ろしくて体が動きません。いいぞいいぞ。いいわ、レッドリーダー。よく見るとエビに見えてきましたね、ジュルリ。よく見たらムカデにしか見えねえよ。あ、やっと集合がかかった。一人でそこに立ってるの不安しかなかったぞ。視聴者さんがおとりに使うといいって教えてくれたので。それなら今見てるけど、デートにおとりにしろって書いてあるぞ。さあ、キャプテンを探していこう。謎の電波はあるがキャプテンの姿はない。ということはまさか、キャプテンあの気持ち悪い奴に食われたんじゃないんすか。だからここから電波が、おい、キャプテンを吐きやがれ。お、腕やってやりましたよ。でもこれだけ雑にピクミンを投げてると、いなくなってても気づかなそうですね。私のピクミンを臨終させるのだけは許さないぞ。これだけいたら臨終してても気がつかないだろ。最後に集計出るからバレるから。ピクミン集合。私から離れないように。いや、攻撃するのに投げてるのはあなたですから。お、背中がバラ空きだぜ。あいや、これロックオンする場所選ぶのが何気に難しい。なるべく鎧を先に壊したいよな。お、一箇所また壊れましたね。一回の攻撃で一箇所の鎧壊すのがやっとか。その間に遺産でキャプテンが解けないことを祈りますよ。お、カンカンチャーンス、きっとここ台のあたりだろう。はて、キャプテンを吐きやがれ。あと一箇所壊せそうだったのに。まあでも鎧もあと少しだろ。あれ？どこに行ったんでしょうか。身の危険を感じて尻尾巻いて逃げましたかね。我々の勝利だー。後ろからなんか気配がするぞ。デートにまずは腕を壊すんだ。そうでした。腕この野郎ー。おい、そのでかい顔で出ますんな。もうそのまま顔の鎧も壊してしまえ。やがてー。顔めちゃめちゃ硬いっす。あ、なんか腕が壊れた。なんかグダグダだけどオッケー。ちょっとマジでみんな危ないから集まって。あんなのに踏みつけられたら赤ピクミン一発だぞ。まあ、たいつくもがくれし上がりましたね。体力が少なくなってくるとこうだから困りますよ。中身は柔らかい。これ最初の方で読んでおくべきヒントだったんじゃないの。え？じゃあ鎧を全部壊さなくても剥がれたところ攻撃すれば体力削れたの？いやでも頭の鎧も壊れたし、こうなったら鎧全部壊し縛りにしましょう。なんて無駄なチャレンジ。いやでも猛威の部分の鎧で最後なんですよ。きっとあそこ叩けばキャプテン出てきますって。それはそれでいや。よし来るぞ。とどめさしてやれ。いやいやちょっと待てー。なんで私になってんだ。いやー。フラン、美味しいとこ持って行っていいですよ。とどめを刺してやってください。無理だよ。お、鎧が剥がれたところ攻撃しても体力減りますね。じゃあ鎧全部剥がす必要なかったんじゃん。そうです。しかも敵の残り体力もビビたるもんだったぞ。次で本当にとどめですね。よし。じゃあ残り一つの鎧壊してとどめだ。いいよ。鎧にこだわらないで普通に攻撃しろよ。てか私を集合させろ。よし、これで全員集合ですね。一徳がもう私を投げなくていいからな。やっぱりとどめは今回の MVP のピクミンですね。あ、やっぱり鎧にロックオンさせるの難しいな。だからこだわるなって。ここだー。やったー。丸裸にしてやりましたぜ。どうだ。恥ずかしいだろ。キャプテンを吐きやがキャプテーン。キャプテンはイガイガしたものになってしまいました。あ、携帯。そうか。電波の正体はこれだったのか。え？じゃあキャプテンは？残念ながらここにはいないということだ。そうですか。電波を発信していたのはこれだったんですね。それじゃあ、キャプテンは、一体どこに？無事でいてくれよ。とりあえず、ドレイク号へ持ち帰って分析してみましょう。何かに使えるかもしれないですし。しっかし大きい携帯電話ですね。誰がこんな大きいの使ってたんでしょう。200メーター級はありそうだな。そんなにあります？え、てかそのムカデも持っていくの？そりゃ貴重なピクミンの餌ですからね。これだけ大きかったら大量のピクミンが生まれるに違いありませんよ。その気持ち悪いのからピクミンが生まれるってのが複雑なんだよな。てか携帯電話に引っかかってるし。回り込むってことを知らないんだから。はいはい。携帯電話も運びますから待っててください。頭の鼻がゆらゆらしてるのがめっちゃ可愛い。そんなにヘドバンしたら頭クラクラしますよ。後ろのも何気に動いてるんだよな。はぁ、尊い。はい、じゃあ基地までお願いしますね。あとはこの謎の物体ですね。これもフルーツなんですかね。これはまたドラゴンが入ってそうなフルーツだな。お前またこれの正体知ってんな。初めて見る果実だぞ。知るわけないだろ。中がつぶつぶして
予想なんて知らないぞ。絶対知ってんな。ドラゴンフルーツだって知ってんな。いやお前も知ってんだろ。ちなみにこのマッシュルームはお持ち帰り不可ですか。残念だったな。じゃあうちらは先にドレイク号で待機してますか。お、ご苦労ご苦労。本当にそんなでかいの持ってきやがった。回収中。さ、あの携帯は何なんですかね。携帯って言っちゃってるじゃん。お、ドレイク号から着信ですよ。もうさっきのが何か調べ終わったんですかね。さすが優秀揃いだな。回収した物体を分析します。いやそれからだったんかい。お前が早とちりしただけだろが。それにしても私たちが持ってる携帯とは違いますね。なんかしもしもーって感じの携帯だな。これはかつてこの惑星で使われていた通信端末です。未知のパーツで構成されていて今も電波を発信しています。すごい耐久性ですね。しかしこんなにでかいとなるとここにいたのは巨人。何かに使えないか。コネアルフランに見てもらいましょう。いや私なんかい。彼女はエンジニアだからきっと何とかしてくれますね。私は食料担当なんで、あとはよろしく。さあピクミンちゃん、餌の時間だよー。本当にこんなでかいの吸い込めるのかよ。吸い込んだね。気持ち悪いピクミンとか生まれたりしないだろうな。おー、美味しそうなアセロラが。あれ？地上にいるピクミンの数が100匹を超えようとしたところでオニオンが種をつかなくなりましたね。お前よく100匹ってわかったな。野鳥の会のバイトしてたんで。あれバイトなの？でもどうやらオニオンの中でピクミンは増えているみたいですね。ってことは無駄になるわけではないってことか。そうですね。彼らは地上で100匹まで増えるとオニオンの中で生まれるんですね。つまり、ピクミンが外に出て活動できるのは100匹までってことです。そんなに引率できるか心配だな。それじゃあこれからどうしようか。結局キャプテンもいなかったですしね。もうキャプテンの場所の手がかりはないです。まあ果実でも探しながらついでにキャプテンも探すことにしますか。いやキャプテンを探すついでに果実探しだろ。じゃあピクミンを20匹くらい連れて。え、最初も20匹連れてたよな。もしかしてご臨終しちゃったのかな。悲しいですがそれを気にしてたらここでの生活は苦しいですよ。あ、そういえばドラゴンフルーツを忘れてましたね。しっかりドレイク号まで頼みますよ。後で何か調べますから。これでまた私の食料が増えますね。新種の果実を回収しました。よし、じゃあまだ行ってないところ探して探索するか。もう少しで日没ですからね。あまり遠くには行かないようにしましょう。まあ今日はでかいのも倒したし、果実も2個手に入ったからノルマは達成ですけどね。また新種の原生生物か。チャンスきたー。この目も閉じたらピクミン踏まれるんじゃないの。いやピクミンなら踏まれても大丈夫みたいです。あ、一匹逃げ遅れたやつが。おい、大丈夫か。魂が出てないから大丈夫そうですよ。ふ、ヒヤヒヤするぜ。この頭に苔が生えたような敵は岩ピクミンで攻撃するようにしますか。どんどん倒してどんどんピクミンを増殖させよう。なんか水の中にナメクジみたいのもいるけど。ほんとですね。奥にも何かあるように見えますけど、ピクミンを水に濡らしたらまずいんでやめておきますか。岩ピクミンだったら濡れても大丈夫なんだろうか。いや、わからないからやめておこう。じゃあそろそろアジトに戻りますか。そうだな。そろそろ日没だ。明日はこの壁の向こうに進んでみるとするか。さあ今日もお疲れお疲れ。うちは定時にきっちり終わりますからね。ピクミンが働きやすい職場環境を。じゃあ各自今日はゆっくり休んで、また明日元気に出社してください。あの小さいオニオンの中にあれだけの大量のピクミンが。オニオンの中、不思議すぎます。さあアルフラン、私たちも帰っていっぱいやりましょう。お前それだけが生きがいだろ。さあさあ原生生物が来る前に出発進行。今日も無事にピクミンを守りきることに成功しましたね。最後の集計でご臨終してるのがいないといいんだが。上昇中上昇中。いやあ、今日はなかなか充実した一日でしたわ。これからもあんなでかい原生生物が出てくるかと思ったら恐ろしいわ。キャプテン、マジで無事なんすかね。それな。じゃあ今日拾ってきた果実でも調べるとしますかね。お前貴重な食料源なんだからな。飲みすぎるなよ。ぐく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 、新しい果実。イチゴと比べたらすごく大きいのがわかりますね。まずは日だまりのみ。ジュースにおなり。あ、これ前回のレモン。そうか。いっぱいにならなかったらブレンドされるのか。まあレモンとイチゴのブレンドなら美味しそう。よだれが止まらねえぜ。今回もいっぱいにならなかったからドラゴンフルーツとのブレンドになるのですね。イカスタツボックリ。確実に覚えにくいわ。綺麗なピンク色、てっきり白か黒かと。めっちゃ美味しそう。でもどうせならドラゴンフルーツ 100% のが飲みたいですね。お、まだ絞れる。あれだけ大きかったから結構な量絞れるんじゃないだろうか。はいじゃんじゃん絞ろう。はいじゃーんじゃん。はいじゃーんじゃん。なんならもういっぱい言ってくれていいんですよ。はいじゃーんじゃん。はいじゃーんじゃん。もういっぱい。あ、さすがにこれで終わりですか。このいっぱいがあるから、頑張れるんですよね。分けなきゃいけないのが、残念ですが。てか今日は多いやつかよ。美味しい分ない。でも明日はイチゴ 100% ジュース。そのために明日の仕事も頑張ろう。ふ、これだけあれば、しばらくは安心ですね。探索3日目。あ、一匹もご臨終してない。よかった。よかったよ。私たちは、巨大生物が飲み込んでいた、通信端末を回収することに成功した。アルフランが言うには、あの端末は、ドレイク号の通信エリアを広げるパーツが使われているらしい。彼女は、宇宙船の改造で手が離せないので、今日は私が書いてみたけど、これを続けてる。アルフランって、随分とマメなのね。ブリトニー。